二重の空港に囲まれた遺跡国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1976年撮影遺跡西川の空港と土塁人が峰城は福島県川沼郡合津番下町にあった平安時代末期の上官遺跡は人が峰城跡として国の史跡に指定されている遺跡は 近世以降も再利用されず、格乱を免れ中央平坦部は畑となっているが、一部敷地は公民館が建てられている。神が、峰城のある一帯は、平安時代末期は石関家領の合図に長はそうであったことが確認されており、永久2年に藤原忠実が伝領している。そのような経緯より、城の築城者は、 に川荘の管理に携わっていた人物であると思われる。このようなことから、忠実の孫にあたる九条金座の日記、玉葉に登場する、あいつの城は、人が、峰城である可能性がある。なお、伝承では、越後の城城職によって建てられたと言われている。しかし、めぐみ高志寺演技によれば人が、峰城は、城色城職と上丹坊によって攻められたという。 遺跡が所在する合図番華町教育委員会では、その重要性に鑑み2002年度から3年間に、渡り内容確認のための発掘調査を行った。その成果から12世紀の上巻遺構が残る遺跡としては、全国でも珍しく貴重であるとして、2007年7月26日、神が峰城跡として国の史跡に指定された。城は、 弾丘の地形に沿って築かれ、東西110メートル、南北170メートルの平場に加え、西方にも平場が付属しており、総面積は4ヘクタールにも及ぶ。堀は二重堀であることが確認されており、城の西側にその遺構が残っている。また、発掘調査によって、中心部分より4棟の掘立柱建物跡、1基の単野ロ跡のほか、 多数の土壕や溝跡が検出された。同時に、それらの遺構より白磁などの多くの貿易陶磁器や製造製品、鉄製品が出土したが、それらのほとんどは、非熱しており、また、多量の炭化物とともに鉄属がランダムに出土した、ことから、城は戦いによって消失したと推定される。発掘された遺物は、2010年5月21日に、一括。 指定人が、峰城石出土品として、福島県指定重要文化財に指定された。城石の西には高寺伝承で有名な高寺山の丘陵が連なり、その麓には、鎌倉時代造流の千時観音像を本尊とする、めぐみ高史寺、平安時代初期造流と言われている、薬師如来像を本尊とする上代大薬師堂がある。 城石の東側は、藍津盆地の田園風景が広がり、およそ約2キロメートルの地に亀が、森、鎮守森古墳がある。また、城の周辺には、前期に古墳の他にも多数の古墳が確認されており、前期の寺院や神が、峰城の存在を照らし合わせると、中世初期に、スケ元義連一族が入部するまでは、神が、峰城一帯が古代藍津の中心であった可能性も、 考えられる。ありがとうございます。